ハローエブリワン、ひろまりチャンネルのひろくんとまりちゃんです。イエーイ、イエーイ。さあ、はい、今回の YouTube の動画の撮影場所は三重県の四日市です。イエーイ。四日市行ったことありますか？いや、私はないかな。ない。うん。じゃあ四日市といえばどういうイメージある？四日市喘息かね、教科書に出てくる白色か。それぐらいしかちょっとイメージはないかなと。あのコンビナートの夜景。うん、うん、あ、まあ確かに。ただ今回撮影する場所は、うん、四日市駅なんで。あ、ちょっとだいぶ離れてますね。何人ぐらい声かけれそう？まあ、10人ぐらい。うん、そうやね、目標声、まあ、かけれたらいいなっていうところかな。三重の人基本、まあ、俺と一緒、優しいから。あ、三重です。三重出身やから。あ、優しいから。あ、大丈夫。そんな10人かけたら10人全部答えてくれるから。そう、どうかな。 それは撮ってからのお楽しみということですね。それでは行ってみましょう。はい、行ってきまーす。まず、年齢教えてもらってもいいですか？年齢は18歳です。おー、読書です。ビリヤード、ビリヤード、ビリヤード。あ、ビリヤード面白いですよね。ビリヤード、ビリヤード。じゃあみんなでよく行かれたり。今から、今から行く。あ、今から行くんですか。将来の夢とか何がありますか？幸せな家庭を築きたい。めちゃくちゃいい。一番いい。お兄さん、お願いします。起業したい。おー、いいですね。正解と思います。お願いします。僕も幸せな家庭です。あー。何か、じゃあ、努力とかしてることありますか？社交の。あ、社交？社交の。そうや、免許や。今、みんな行かの帰りで。あ、社交の帰りで今。え、それの友達とかではなくて、なんか、自分の友達とか。あ、それは。いや、そうや、気まずいな、友達やな。そうやな。何か、それ、なんかモチベーションとか普段は、なんか生活してて、下がっちゃうときとか。友達とひたすら遊ぶ。ああ、めっちゃいい。僕もめっちゃ遊びます。遊びますか？はい、めちゃくちゃ遊びます。自分も友達。自分も友達。いいことやな。いいこと、めちゃくちゃいいこと。逆に質問ってあります？逆にですか？逆に質問。何年ですか、夫婦？まだ3ヶ月経ってない。立ってない。ほやほやっすか。3ヶ月目です。その夫婦になった時にじゃあ一緒に YouTube しようかみたいな。半分そんな感じですね。まあまあ前からといえば前からやし、うん、っていう感じ。まず年齢を教えてもらっていいですか？17歳です。17歳。あ、じゃあ高校2年生。そうです。あ、結構若いですね。え、ちなみに？あ、そう。あ、どれぐらいなんですか？今月2年です。長っ。俺らより長ない。中3くらいから。そうです。すごい。何か今趣味とかありますか？ないです。将来の夢は何かありますか？うちトリマーになりたい。別に動物好きなんですか？そうです。あ、一緒一緒やん。共通点。なんでトリマーなんですか？犬飼ってて、はい、看護師になりたかったんですけど、はい、ちょっと無理そうなんで、へぇ、しました。あ、そうなんです。あ、じゃあまあでも犬好きやし。あ、そうです。動物関係の。あー、めっちゃいい。まあその生き物を助けれるじゃないですけど。あー、めっちゃいいな。じゃあ彼氏さんは IT 系。今僕 IT 系です。はい。なんか僕のイメージだと髪の毛短いとかいう。そんなことないんですよ。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ今時。モチベーションとか下がっちゃうとかあるかもしれないんですけど、なんかその時になんかこうやってモチベーション上げてるよみたいなのありますか？僕は1週間に1回ぐらい、はい、それをモチベーション。あ、1週間に1回ぐらい。1週間に1回ぐらい会うから。
あ、それでモチベーションでしてるってめっちゃいい、めちゃくちゃいい、めっちゃいい彼氏さんですね。思った。素敵な。